今日はボスボスって言いましたけど、はい、あれはやっぱりどういう表現なんですかね。あれはでもあんまりね、うん、それこそいわゆる普通のこう、うん、真ん中でこうなんて言うんでしょう、うん、開いて口角上げて、うん、なんかこうふわっと届けるようにとかって、うん、なんかねよく朗読のスキルではあると思うんですけども、うんうんうん、そっちよりはなんかこうギューッと閉じてて、うん、ここだけっていう感じでやってましたね、うんうん、本当はもっとギュウギュウにちっちゃくなってこう、うんうん、もっと力を入れてやりたいぐらいだったんですけど、うん、ちょっと途中で太ももがプルプルし始めましたあれでもねちょっとね真面目な話すると、はい、例えば中学生ぐらいの女の子ですよ、はい、ね。で私なんかも、まあ、私は男の子でしたけど、なんかこう自分の世界がすごく閉塞感に感じる、閉塞されてるように感じることがあるじゃない、もう八方塞がりのように感じてね、自分がこう思春期の時、はいはい、大人は誰も分かってくれないし、友達はなんか、うん、くだらないことばっかり言ってるし、うわべばっかりでみたいな、そう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 、本当の友達なんていないわみたいな、なんか ねそういう、で彼女も牧場の娘でなんか毎日毎日鶏に餌やって、うん、でもうなんかスカートとか鳥の糞とかにこう餌とかに汚れるのを気にしながら、うん、自分にはもう未来なんかないみたいに思ってるんですけど、うん、いやいやそんなことはないでしょう実は君には輝ける未来があるんじゃないのっていう、そういうね、今ほら思春期の子が自殺したりね、事件に巻き込まれたり、はい、あね、いろいろもうこう辛い事件いっぱいあるじゃないですか。なんかもうねニュース見るのが辛いですね、うん、最近は。でもそういうね子供たちはこれからもう未来があるんだし、うん、大人もねあったそういうね子供たちをいじるんじゃないよという話ですよ。やっぱり事件いっぱいあって中学生の女の子がなんだっけ殺害されてるね。はいはい、そうですね。怪我わからないですし、まあ昔から教育事件はいっぱいあると思いますけど、なんかね今の時代こうなんか生産っていうか陰湿っていうか嫌な事件が多いですね。なんかこう広がってるはずなんですけどね、いろいろこう便利なものが ね情報もたくさん手に入るようになったし、いろんなところに行けるようになったし、本当に遠いところのね情報も手に入るし、欲しいものなんてほとんど多分今の日本の子供たちっていうのは欲しいものがほとんど手に入るじゃないですか、うんうんうん、なのに、うん、なんだかこうどん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 息が苦しくなってきている気はするんですよね。そうですね、こう問題です ね、うんうん、ですね。君13、4歳頃って、はい、何やってたの年どういうこんな女の子だったのよ。いやでも こんな感じでなんかこうギュッとどん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 自分の内側に向かっていく感じでしたよね。本当、うん、誰も分かってくれないみたいな、なんかね子供のなんかこう狭い世界の中で私は一人だみたいな。あ、そうなの、うん、何やってたの。クラブとかやってなかったの。クラブもやってましたけど、うん、なんかもうひたすらずっと本読んで。あ、本好きだよ。本好きだったので。あ、今でもそうだ、ね、今でもまあ好きなんですけど、うん、ずっと本ばっかり読んでましたね。今と変わんないじゃない。今と変わんないですね中学の時は自転車通学だったかな。あ、高校か、うん、高校は自転車通学で、うん、中学は徒歩だったんですけども、うん、行き帰りずっと本読んでました。大概歩きながら、歩きながらも読んでたし、うん、これやっちゃいけないと思うんですけど、うん、自転車でもサドルのところにこうやってねこうやってこうやってで漕いで行ってました。あぶねえ携帯とかの話じゃないよ。携帯とかそんなまだない時代ですから。いや、そりゃそうだけど危ないじゃない、黒本。こうだからこうやって、このサドルのところにこうやって置いて、で、ま、自転車こいで。まあ、田舎だからね。田舎なので、ね、そうそうそう。だから、高校の時は、うち、ん、から高校までの間に、信号が2つか3つくらいしかなくって、その間も。2つか3つもあるんだ、でも。一応ありました。うん、でも、その間ほとんど田んぼに挟まれたこう道だったんですよ、うん、であんまり車も通らないし、もちろん車が通るところは、まあ、ちゃんと一応こう手に閉じてこうやって持って運転して、で、まあ、また大きいドカーンと車の通らない道になったらこうやって読みました。近所のおばちゃん言ってんだ、また両方本読みながら自転車乗ってたよってお母さんに言いつけられて、高校の時の、あ、中学高校の時の同級生に、うん、会った時に、うん、リョッペは自転車で漫画読んでたなとか言って言われました。リョッペは、リョッペ
言われてました。あの、ね、田舎自慢するわけじゃないですけど、はい、私は自分の家から、はい、まあ、中学校も小学校も高校も、はい、あの1キロぐらいだったんですけど、はい、信号1個もなかったんです。うわ、私一応小学校、中学校、高校ちゃんと信号ありましたよ。本当、ありました。まあまあちょっと私のところにちょっとレベルの低い争いですけど、まあそうですね、田舎ですね、お互いに北陸の片田舎、はい、片田舎で今は大阪に住んで、はい、でやっぱりあの一人の時は本読んでるの？ずっと読んでますね。本読んでるか寝てるか、うん、寝てるか、あんまり変わってないね。そうですか。でも久保田涼子のあの一人の時ってなんか謎めいてるよね。そうですか、うん、まあ、寝てるか本読んでるかです。うん、はい本当にあの全然なんかね、あんまり普段喋らないので、うん、あの何なんか謎の人と思われてるみたいなんですけど。そうかね、はい、いや ここではよく喋ってるんですけど、うん、なんかあのおとなしくちんとしてると、うん、なんだろうって。そうですか、久保田さんおとなしいねとか言ってねそれは違うんです、ね、今度ね、はい、あのまた君用に新作を書きたいと思ってるんですよ。あ、どういうのがいいですかね。あのエロいのなんでエロくなんで一番最初にそれが来るんですか。いやいや、選択肢いくつか。はいはい、どうぞ。エロいの、はい、痛いの、はい、かゆいの痛いかゆいって怪我じゃないですか。かゆくなければ痛くなければ、はい、じゃあエロいか痛い、エロいか痛いかどっちかで、はいどっちかな、どっちか両方ありでもいいです、もういいです。うん、はい。でもやっぱりね、今日みたいな話、こあの普遍性のある話を書きたいんですよね。そうですね、今の時代に通じてて、うん、あ、分かるとか、うん、こう人のこうことに思いを馳せられるっていうか、うん、イマジネーションを書き立てられるっていうか、うん、そういう話を書きたいので、うん、まあ、なんか考えてきますよ。ネタください、なんかあれば。ネタ、こんな痛い目にあったとか自分の体験ですか。痛い目か私ね、そんな毎日痛い思いしてないので、ああ、そうなんですか。なかなかそんなに書けないなんか私がまるで毎日痛い目に遭ってるみたいじゃないですかそんなことないですよ日々平穏に暮らしてますよ。はい、わかりました。今日はですね、サウンドスケッチのエブリデイシーフィーツヘンズ改め初霜という曲を、はい、あ、曲じゃないというお話を大阪のビジュアル系ナレーター久保田涼子に読んでもらいました、はい、郵文庫第7回ということでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。